さあ今日も第6弾聞いてミュージックドライビングミュージック CD に収録されているアーティストをスタジオにお迎えしています。自己紹介をお願いします。はい、ザ・シラフのボーカルハヤトです。はい、ザ・シラフギターのリョウタです。お願いします。お願いします。ハヤトさんとリョウタさん、はい、お願いします。お願いします。します。まずは第6弾ドライビングミュージック CD にザ・シラフは青鳥という曲が収録されています。おめでとうございます。ありがとうございます。実際あの第6弾に選抜された感想とあの配布から1ヶ月経って周りの反応などはいかがでしょうか、ゆうたさん。いやもうめちゃくちゃ嬉しいですね。なんか、うん、この配布の日とかも、うん、メッセージでファンの方が当日受け取ったみたいな送ってくださってて、うん、すごい嬉しかったですね。まあ、僕たちとしてもなんか割と自信はあったのでぶっちゃけるといやまあ、ね、嬉しかったですけど、まあまあまあ、自信はありました。まあ、でも逆にホッとしない、うん、まあ、ホッともしたし、これでいけなかったらどうしよう、うん、みたいな部分もあったので。そうですね、うん、そうでしたか。まあそんな自信作であったからこの青鳥でオーディション受けようと思ったわけですか。はい、はい、そうですね。作ったのは誰。曲はギターのリョウタの方で作って、うん、歌詞をハヤトがつけて、歌詞は僕が作りました。あ、じゃあお二人で作った曲って感じですか。はい、そうです。はい、この曲はどういう、 こう思いメッセージが込められてるんですか。この曲は、まあ、さっきも言ったリョウタが持ってきた曲なんですけど、うんうん、もう持ってきた段階ですごく割と完成っていうか、うん、結構イメージはすぐ浮かび上がってきて、もう曲自体がシンプルなんですけど、うん、もうパワフルで、うん、その疾走感のある感じがあって、うん、でメロディーもそこからスルスルっと浮かび上がってきて、うん、でそのメロに釣られるように歌詞ももう大体の感じは出てきてたの で、 そうですか。もう曲に合わせて歌詞がついて出てきていったみたいな感じで、歌詞もまっすぐな力強い感じで、うん、すごくメロディーとバンドサウンド絡み合った曲になったかなと思います。じゃあ割と自然にできたみたいな。そうですね、シラフを表すみたいな感じ で、ね、基本的に俺ら曲作り遅いんですけどこの曲は割とスムーズに、うん、なんかスパパンそのイメージが割と共有できたのかな。そういう曲がいい曲だっていうかね、バンドにとってキーになる曲になりますもんね。まあ、あの詳しいことはね、聞いてミュージックのオフィシャルホームページで第6弾収録アーティストのビデオレターも公開されておりますので、そちらもぜひご覧になってみてください。さあところで7月に入って徐々にではあるんですけど、うん、生活が元に戻りつつあるじゃないですか、はい、エンターテインメントの、まあ、業界はまだまだね今まで通りというわけにはいかないんですけれど、どうですか、シラフもやっぱりコロナの影響でいろんな活動に影響がありましたか。いやもうそうですね、うん、まあ、もう当然イベントは全部キャンセルで、はい、一応その5月から7月にかけツアー13本かな、うん、予定してたんですけど、うん、久々に県外に行けるって楽しみにしてたんですけど、うん、全部キャンセルで、年末ぐらいに予定もいろいろ組んでいろいろ考えてたんですけども、はい、割と本当に白紙に戻った感じで、うん、そうですね、だからどうしようかなってまだ考えてはいる状況ですけど、そっか、厳しいですね、なかなか。そうだね、いろいろ、まあ、プランは考えながらではあるけれども、そうなんですよね、答えがね、はい、まあ、難しいところでありますね。はい、ハヤトさんはどうですか。ハヤトさんも同じように思いますか。そうですね、もうこの1年はもうそのツアーを中心に組み立てて、うんうんうん、考えていたので、それがもう全部なくなって、ちょっともうコロナ自粛期間中はもう、まあ、どうしよっかなちょっともうやる気というかモチベーションもガクッともうそがれてしまって、そうだね、ちょっと隼人君はちょっと痩せませんでしたか。痩せましたね、ねえ私なんかすごいあこんな細い子だったっけっていうイメージ。そうなんです、ね、何か始めたとかあるんですか、ね、いやもうモチベーションのやっぱりダウンによりダウンですね精神的に精神的な影響を受けやすいからそうかナイーブなのねじゃあね
元気出してほしいところですけれどもまあでもそういう変化もあるかもしれませんね。でもね、こういう状況だからこそ私たちができることがあるのではということで、今回の聞いてミュージックはこんな中でも明るく前向きに福岡の音楽シーンで頑張っているアーティストの方と一緒にエンタメを盛り上げたくてこの形スタートしてるんですよね。例えば今までは、ね、やっていなかったんですけれども、はい、スタジオにカメラも入ってもらいまして、音声を聞くだけではなくて、見ても、ね、楽しんでもらえるようにと、まあ、見るラジオと題して新しい試みを行っていますけど、はい、ザ・シラフとしてはこの状況で始めたこととか新たな試みとかありますか？そうですね、だからもう本当にライブがなくなってどうしようってなったんですけど、ちょっと不定期でインスタライブ始めてみようかなっていうのはちょっとやって、まだスタジオが空いてない閉鎖されてる時はもう、おのおのの自宅からコラボでもうただただトークする配信やって、スタジオが空いたらスタジオから一回ちょっとライブを配信して、もう本当それぐらいでしかできてないんですけど、本当はもっといろいろやりたいなと思いつつ、でも全体的には初挑戦ですよね、その配信でライブやるとか。僕たち SNS あんまりちょっと得意疎くて若者がそうなんですよちょっと全員ちょっとね全員あんまりバンドに一人ぐらいね、でいても良さそうだろうね、Twitter とか得意な人がいてもいいんだろうけど、漏れなく全員そうなんですよどうするだってザ・シラフは、大学のお仲間でしたっけ？そうですね、サークルのね、そういう系の大学でもなかった、普通の大学普通の至って普通の大学なので、勉強する感じで、そうか、ね、そのメンバーからしたらインスタライブなんてね、もう未来のキーワードですよ。本当に自分がやるなんて思ってなかった。そうね、そうですか。今後の予定として、はい、決まっているインスタライブであるとか、改めて何かあれば。そうですね、結構その不定期でやってって、まあでもちょっと月に 2,3 回はやりたいなと思ってるんで。言ったよねこれね、やります公共の電波ですからね、もちろんやります。3回っていうの、2回と3回全然違うんですよ3回やります。3回絶対やります。もちろん、でもね、意欲的に挑戦していくっていうのが大事ですもんね、これからザ・シラフどんなことを発信していきたい、もしくはね、どうやって人を楽しませていこうって改めて思いますか？はい、やっぱりさっきのインスタライブとか配信のライブももちろんそうなんですけど、これから徐々にライブハウスも、ライブハウスでのイベントも再開し始めていってる感じなので、やっぱり生の音を聞いてもらいたいなと思いますね。この自粛期間中に配信もやったりしたんですけど、やっぱり現場の音っていうか、それを肌で感じることがやっぱライブバンドというか、ライブハウスで活動しているバンドにとってはそこが一番の輝く場所かなと思うので。ですよね、だってもともとさ、配信がしたくて、メンバーとね、バンド組むわけじゃないじゃないですか。やっぱりこうまずは演奏して楽しい、演奏っていうのは合奏ですから、目の前でね、音が混ぜり合って楽しいっていうのが、さらにそれを人に見てもらおうっていうのからスタートしてますからね、ですからね、楽しみに待っておきたいですね。じゃあシラフのね、サウンドもそうですもんね、やっぱり生で見てもらって ね、やっぱライブハウスでやってきたんで、なんかやっぱその感じがどうしても待ち遠しいというか、そういうね、自負はありますよねでもまあこういう時期ですから、そうですインスタライブを月に 2,3 度やります。そうやります、すごいですよ、やります。まあ、それもね、楽しいもんね。やってみたら楽しいっちゃ楽しいですよね、なんかまた痩せそうな気がしますストレスになるかな、それ。いや最近はね、大丈夫じゃあ今後、その月に 2,3 度のインスタライブとか、そういうお知らせっていうのはどこで見ることできますか？一応ツイッターと、インスタグラムとホームページがあるので、頑張って始めたんだね徐々にやってます、じゃあ SNS をフォローしていただいて、というところですね。じゃあご飯しっかり食べて、今後の活動も楽しみにしています、この時間はカローラ福岡聞いてミュージック第6弾ドライビングミュージック CD に収録されているザ・シラフからボーカル隼人さん、ギター亮太さんをお迎えしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。